どうなったらその出来上がりなんですか？なんかよくその塔が立つ前にとかなんかいろいろ見てたよ。はいはいはい、そうですね。少し肥料分が足らない感じ。足らない感じですか？足らない感じですね。はい、なのでもう少し首が上がってくるんですよ。はい、青首大根なので。はい。こっち側とあっち側とちょっと大きさなんとなく違うでしょ。ということはこっち側の方が少し栄養分が高いよってことですね。ああ。畑ってそうなんですけど、全体にこう。全部に、はい、同じようにっていうか、はい、肥料分とか栄養分が行き渡るっていう、こう均一になるには何年かかかるんですよ。こうやって野菜を作っていって作っていくと分かるわけですよね、はい、うん、なのであっち側が足らないんだなっていうことが分かるので、あっち側になんか少し前回ぬかを入れたと思うんですけど、はい、ぬかを入れる量を気持ちを多くするとか、はい、はいですよね。大根もそうなんですけど、畑がこれ今黄色くなってるじゃないですか。はい。これはいわゆる窒素不足です。あ、窒素不足なんですね。要するに栄養が足りてないよってことです。枯れてるとかじゃなくて、もう栄養が足れてないっていうことなんですね。はい、白菜はもう時期的に枯れるっていうのはないですよ。冬まあそうですね、3月とかものすごい寒い時になって、はい、寒さに当たって枯れるっていうのはとろけるっていうのはあるんですけど、はい、今のこの時期でこう黄色くなっているのはこれは明らかに栄養不足ですね。窒素不足ですね、はい、だから例えばこことそこの大きさは全然違うじゃないですか、はい、なのでこっちの方が栄養があるということですね。白菜とかキャベツとかって巻いていかなきゃいけないので、はい、土に力がないと、はい、うまく巻かないんですよ。大根なんかは別にそんなに肥料なくても、はい、それでもまあ多少足りてないですけど、まあまあできるわけですよ。はい。実際はこの感じだとまあまあこの辺はまあそうですけど、多分そんなにしっかり巻かずにこのまま終わると思います。ああ、これ、うん、全体的にそんな感じなんですか？全体的にそんな感じ。もうあんまり巻かずに、あ、ちょっとこの辺大きいか。だから例えばこれが小松菜とかだったらもう今もう収穫適期なわけです。あれ。バラバラっと巻いたんですけど、いいですよねあれ。わかります。だからそこそこできてるじゃないですか、はい、刃物としては。だから刃物ぐらいだったらできるってことなんですよ。まあまあ巻かなくてもそうです。刃物は大体日数も半分ぐらいの日数でできますから。あれはもう食べれるんですか？もう食べれます。あ、はい、今日持って帰って食べてもいい感じ。美味しいと思います。色合いがいいですよね。1年目にしてはよくできてる方だと思いますよ。あ、ほんまですか？はい、はい、こうやってちゃんと管理して、はい、こういうふうに全体を覆えばそんなに草も生えてこないじゃないですか。でも家庭菜園だってこれぐらいこう作物が覆ってくれれば、はい、もうそんなに心配することないですよね。家庭菜園だったら大きい方から収穫して食べていけばいいので。大根もこの正月明けぐらいに片付いていくと思うんですけど。でまたこうマルチ剥いだりして綺麗にして、そうですね。こっちはどうして感じにした。一回ね、これ多分だからもう一回なんかそういうのを入れて入れた方がいいですね。こうやって作りながらもう徐々に入れていくのがいいわけです。あ、足らんなと思って一気に入れると、例えばまたドカーンと入れると今度は病気が多すぎてって多いのを減らすのは難しいわけですよ。でも料理と一緒ですね。そうです。ほとんどもこういう荒れ地みたいなところで作ると大体こんな感じなんですよね。全くの荒れ地よりかはポテンシャルとしては畑になる可能性のあるポテンシャルを持ってるので、できない時って本当に何にも大きくならないんですよ。こういうふうにこうなんていうか緑が出てこないみたいなのがよくあることなんですよ。だから持ってきた角度みたいなやつを入れて固めて、それでまあ基礎作って家作るじゃないですか。そういうとこっていうのは同じ角度っていうか畑の土になってないので、そこでよく空いてる庭とかで家庭菜園やられる人多いと思うんですけど、はい、全く何も育たないんですよね。畑の土に変えていくには本当に時間がかかるんですよ。1年目でこれだけなれば、しかも葉物であればもう葉先が黄色くなってないじゃないですか。小松菜の方ですか？はい。なのでこうやってね、葉先が黄色いっていうのがね、こう例えば白菜なんかはやっぱり肥料分がとってもいるので、やっぱちょっと薄くなっていったりとか、はい、それでこうちっちゃい段階であれだ黄色くなって生育が止まるんですね。来年がこうやってね、2年目になるんですけど、こうやって2022年入れて、それでその翌年2023年ぐらい、あと2年ぐらい入れれば、大体なんとなく。もうまんべんなくできるかなっていうところですか。大根なんか去年よりか首が大きくなってきたなっていうのは多分分かると思います。だから最初の3年なんですよ、それで大体もうできればそんなにもうあんまり入れなくてもいけるかな。はい、3年に1回ぐらい、なんかだからああいうものを残しておいて、はい、1年に1回ぐらい毎年冬にこうやってどそどそって入れてわーって耕してあげればもうそれで十分ということになるんですね。この例えばこの一畝で、はい、まあ1回入れるとしたら、まあ、1体ぐらいっていうことですかね。米ぬかも1年に1回でいいです。春夏、今度来年になって、はい、12月1月2月3月になるじゃないですか、はい、いつ入れるかって話なんですけど、はい、この例えば片付けて、はい、できるだけば冬に入れるのがいいんですよ、はい、だから12月1月とか、はい、だからこうなってるところには入れられないんですけど、はい、大根なんか例えばあれも、ね、1月くらいに片付けるとおっしゃってます、はい、片付けたらぬか入れて、はい、それでわーってやっとけばもうそれで来年ほぼ入れなくてもいいよ。3月とか4月になってくると草はまた出てくるので、はい、まだこうやってマルチ張っといて、それで、なんか植えるなりすればいいわけです。で1月寒い時にちゃんとやっといてマルチ張っとけばあとは植えるだけってことです。3月とか4月とかになったらホームセンター行けば苗とかいっぱい売ってるじゃないですか。そうですね。それで自分のやりたいようにここは何にしようかな何しようかなって苗を自分で作ってもいいし買ってきて植えてもいいしってことができるんですよ、うん、そうするとすごい楽なんですよ。だからもう管理はできますからこうまあ、3月か4月かかぼちゃを植えたりすると7月ぐらいに取れるじゃないですか。8月か9月もう1回何か作ろうと思ったらできるわけですよね。何も入れずにそのままかぼちゃ収穫したらまたきれいにしてまたマルチ張ってあるいはマルチ張ってるそのままを利用してまた何か植えればいいわけです。例えばナスとかだと4月ぐらいに植えて、まあ、9月10月ぐらいになっちゃうのでなんかこういう葉物をちょろっとやるぐらいで終わっちゃいますけど、使おうと思えば2回使えるし、そうマルチを張っといて管理先しとけばそれでそのまままた1月になってまたぬか入れてっていう風にしてやっていけばで、ってなるとだから一番大事なことはにちゃんと管理さえしとけば春夏はこっち使おうってでその間にこっちをきれいにしといて足りなくなったらこっち使おうっていうだからそういう風に管理さえしとけば草刈りだとかなんとかなんとかってそういうものに追われなくなる。苗を植えたい種をまきたいけどそれをやっちゃうともう楽しめるところじゃないので大根が首こうやって上がってきてるじゃないですか、はいね、こうやって本当だったらもう少し太くなってもう少し首が上がるんですね、はい、置いとけばまだ大きくなると思うんですけどまあそこそこもう適期ですからね。これ葉っぱがちりじりになってきてるのと、はい、大きいやつとあるんですけど品種の違いだと思います。全然気にすることはないです。食べたい大きさのやつだけ抜いていけばいいみたいな。そうですそうです。家庭菜園やってる人が鶏粉とか知らずに例えばホームセンターにある1体とかでかい袋をドバッとか入れるじゃないですか、はい、例えばこれ一つに多分そのホームセンターで売ってる40リットルぐらいのやつをドバッと入れたとするじゃないですか、はい、そしたらどういう状況になるかというとこの葉っぱの裏に大根とかびっしりアブラムシがつきます。要するにもう虫に食われちゃって、はい、ほとんど大根でかくならないです。窒素分吸いすぎてちっちゃくなって終わります。大根がちっちゃくなる。要するに葉ぼけしたさつまいもみたいになるってことですね。そうですね。でなんかもう見るからになんかこうで葉っぱの色ももっと濃くなるわけですね。窒素分を吸うのでこれ今だからすごくいい色なんですね。黒の白菜とかよく見ればもっと葉が濃いんですね。あ、そうですね。確かに青いですね。もっとねまあ、うん、別にその窒素分が足りないからこれ入れるとかはなしにもう米ぬかとあれの雑草のだけ入れとくだけで別にいいということなんですね。コントロールするのがすっごく難しいんです、うん、なのでそんなに気にしなくてもいいです。作っていけばどんどん豊かになっていくので、はい、自然とできるようになります。あ、野菜を作っていけば勝手に豊かになっていくんですね。なぜかというと野菜も植物なのでこれ今こうダーッとあるじゃないですか、はい、ってことはこの土の下には全部根っこがあるわけですよ、はい、でその根っこの周りに不要な微生物がいっぱい増えてるわけですから、はい、収穫するじゃないですか、はい、そ収穫したらその根っこが残るわけですね、はい、残ってそれがまた豊かな有機物になるわけですよね、はい、栄養分として残りますからそうやって作っていけばいくほどというのは豊かになってくるんですよ、うん、だから残差をそのまま普通に残していけばいいわけですよね、うん、白菜はもう抜いてしまうより切ってしまった方がいいんですか。あ、切ってしまった方がいいですね、うん、で根っこを残してあげた方がいいです。ぬかを入れて一緒に耕すじゃないですか、はい、なので自然とふかふかの土になってきます。だから大根って本当に素晴らしい作物で、はい、だから下のこのあれは煮物にもできるじゃないですか。そうですね。これはああやって葉っぱも利用できるということで一石二鳥なんですけどやっぱキャベツと白菜だとキャベツの方がハードルは高い。ハードルが高いですね。虫に食われやすいです。ああ。同じようにこうやってマックしてても、はい、やっぱり食われやすいですね。だからもう少しですね、来年もうちょっと置いといて、来年の秋冬ぐらいだったら、白菜なんかでも生育日数によって本当にこうふわっとして巻くものっていうのがありますし、はい、生育日数が例えば長くてこうキムチとかでっかいこう漬物にするような、おっしゃってた90日とか言うてはったやつですね。それはね、本当に難しいんですよ。なかなかやっぱりハードルが高いですね。本当に家庭菜園で最初はこういう大根とか葉物とかね、ああいうものを最初にとにかくたくさん作って、で段差とか作っていけばいいけど、あれも根っこが下にあるわけじゃないですか。こう収穫したらその根っこが残っていくので、っていうふうにしてどんどん作っていけばいくほど土っていうのはこなれていって豊かになっていきますから、はい、で1年に1回ぬか入れたり、ああいう残砂を入れたり、はい、堆肥っぽいものを入れたりすれば、まあ3年ぐらいですね。うん、このゴロゴロした感じっていうのはもうこれ土地のもんなんですかね。だいぶふかふかになってきます。これでも、うん、このゴロゴロした感じをなくすには堆肥ですね。完熟の堆肥、はい、ポンと敷き詰めてしまえば、もうそれでほぼ。しっかり耕してやれば1年2年でふかふかになります。それが一番本当は手っ取り早いんですけど、ホームセンターで売ってる完熟堆肥とか言われて、これぐらいのやつで2000円ぐらいするやつがあるんですね。はい、それを例えばここに10体ドーンって23万ぐらい入れてしまえば、多分1年ちょっとぐらいでふかふかになります。だから安物のなんかその売ってる牛糞とかで、まああんまり、例えば特にホームセンターで売ってる鶏糞とかは質が悪いのが多いんですよ。それ安物を入れたらどうなるんですか。やっぱ虫が湧くんですか。病気と虫が出ます。で、僕らみたいにこうやってね、薬剤を使わないってなれば、土のバランスが崩れた時に虫が出ることを抑えられないわけですよね。ぬかだけだったらそんなに窒素分もないので、多少バーンと入れても動物性の堆肥、窒素分が多いものに比べればそんなに病気は抑えられるわけです。甘粉に近いようなものってたくさんありますけれども、ドソンと入れると下手したら2年ぐらい虫だらけになります。例えばトウモロコシとか作って、そいつに肥料分を吸わせて外に持ち出すとか、逆にこの栄養分を減らすっていう方向に行くしかないわけですよ。で、ぼかしとかいろいろね、そういうことを入れないとできないと思ってる人は毎年入れてっちゃうでしょ。はい、そうしたら無農薬でやる場合はもう毎年病気と虫です。だから皆さん必ず病気や虫が出ると思ってるんですけど、はい、それはやり方が間違ってるからですね。通路がちゃんと草がなければ来ないんですよ。そうですね。だからいつも言うように、オーガニック栽培の極意は畝間にあり、オーガニック栽培の極意は畝間にあり、オーガニック栽培の極意は畝間にあり。ここさえちゃんと草を這わせないようにしとけば、そんなに言うほど食われないです。そんな感じでこう様子見ながらやっていけば、まあ3年ぐらい、遅くても5年でもう、まあ結論から言うといつも言うんですけど、何にもしなくてもいい。いい畑になるんですね。はい。特に5年してすると、それまでこうやって草を生やさないように管理しておくと、草の種がどんどんなくなっていきます。はい。で、例えば草の種っていうのは1回こうやって2メーターぐらい生やし放題するじゃないですか。例えば、はい、荒れ地になって手が入れなくて。はい、で、そこからそうやって1回種が落ちると7年って言われるんですよ。7年間はもう種が出ますと。もしずっと草の管理をちゃんとやっていけば、7年経てばなくなるってことです。土が豊かになってくれば、次のところは出てこなくなります。はい。